ぞっこんウチナアスリート。みなさんこんにちは、杉原愛です。この番組は学生スポーツからプロスポーツまで県内で活躍するウチナアスリートを全力で応援しようという番組です。今週は3月に行われたハンドボールの全国大会で4年ぶり2度目の全国の頂点に立った上森中学校男子ハンドボール部を紹介します。15分間お付き合いください。今日は今年3月に行われたハンドボールの第17回全国中学生選手権大会で見事優勝を果たした上森中学校男子ハンドボール部を紹介します。富山県で先月29日に行われた大会の決勝戦、県代表の上森中学校は茨城代表の手代木中学校に22対20で競り勝ち頂点に立ちました。上森中学校としては4年ぶり2度目の頂点です。準決勝の京都代表の大隅中学校戦では前半15対9とリードしたものの、終盤に一時逆転を許しました。それでも試合終了間際28対27と勝ち越す劇的な勝利で決勝に進出しました。決勝戦では激しい守備から主導権を握り、前半を13対10の3点リードで折り返します。後半は徐々に追い上げられ、残り5分を切って同点に追いつかれました。しかし上森はここから2点を決めて見事激戦を制して日本一に輝きました。試合ごとに選手が成長し、チームとしての絆も深めながら頂点まで上り詰めた上森中学校男子ハンドボール部。今週から2週にわたって上森中学校ハンドボール部注目選手の喜びの声、そして次の大きな目標についてもお話を伺っています。今週は決勝戦チーム最多の7得点で優勝を引き寄せた主将にお話を聞きました。こちらのインタビューをどうぞ。それでは自己紹介をお願いします。上森中学校男子ハンドボール部主将3年の荒垣栄太郎です。はい、よろしくお願いします。お願いします。キャプテンの栄太郎選手に上森中学校ハンドボール部の紹介をお願いしたいんですけれども、部員数やモットーなどあれば教えてください。部員数は43名で、練習の雰囲気はみんな仲良くて盛り上げるのがうまい元気なハンド部です。結構じゃあチームワークとかもね、絆も深いチームなんですね。はい、はい、そして先月開催された全国大会では見事全国の頂点に立ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。一番の勝因、今回どんなところでしたか？試合ごとに一人一人がレベルアップしていけたので、そこが勝ちにつながったなと思います。じゃあ結構一試合ごとに自分たちの成長が感じられた大会だったんですね。はい、こう印象に残っている試合ですとかシーンがあれば教えてください。準々決勝の東京都代表東グルメ西中学校との試合です。どんなところが印象に残ってますか？やっぱりそのチームは去年の夏に全国制覇しているので、すごい強いチームなので、最初試合展開を表すと、最初はその東グルメさんのチームにずっとリードされていた中で、後半から立て直して、そこから上森らしい守って速攻が出した試合が印象的。じゃあこう強豪チーム相手にも自分たちの良さがしっかり出せた試合だったんですね。はい。栄太郎くんは何かこうチームの試合前に声をかけたことありますか？毎試合毎試合簡単に勝てる相手はいないので、
まずは全員一丸となって強い気持ちを忘れずにやっていこうっていう話は毎試合毎試合試合前に言ってました。やっぱりこの強豪チームを倒してから結構全国の頂点に迎えるっていう勢いもつきましたかね。はい、いや本当にこう印象に残っているシーンが多かった大会だったんじゃないかなと思うんですけれども、改めて栄太郎くんがこの上森中学校のハンドボール部に入部しようと思ったきっかけも教えてください。自分の目標は中学校でも日本一を取りたかったので、その上森中学校に遠くから来る人もたくさんいるって聞いたので、部員数もすごく多くて全国を狙えるチームだなと思って入部しようと思いました。もともとこのハンドボールを始めたのはおいくつの時ですか？幼稚園の6歳ぐらいの時です。どういうきっかけで始めたんですか？両親が2人ともハンド経験者で、その影響もあると思います。そうでしたか。じゃあこの中学校では全国を狙いたいという思いでこの強豪チームに入ることを決めたんですね。こう最終学年でキャプテンとしてチームを引っ張っていて、どんなことを意識して普段こうチームに声かけしてますか？今の3年生はどの学校よりも人数が多い中、メンバー争いもすごいんですけど、一人でもくじけることがないように一人一人高い意識を持って練習をしています。これからも大会が続いていくと思うんですが、簡単にこう課題として取り組んでいることは今どんなことでしょうか？また夏も日本一っていう目標を掲げている以上、一人でもくじけず、また春よりレベルアップした上森中学校を見せていきたいなと。ありました。さあではあっという間にお時間が近づいてきたんですが、栄太郎くんのこれからの目標や将来の夢、決まっていたら教えてください。まずは全国3冠なので、チームみんなでもっとレベルアップして夏に向かって全力で頑張っていきたいと思います。はい、この全国の舞台では栄太郎くんはまたどんなプレーを見せたいですか？まずは一番は強いプレーをし、それでチームが苦しい時でもシュートを確実に決めれるプレイヤーになりたいです。ぜひまた栄太郎くんのシュートでチームを勝利に導いてください。では最後に将来の夢も決まっていたら教えてください。将来の夢は一番は日本代表に選ばれるように。日本代表選手として活躍できるように応援しております。この時間は上森中学校ハンドボール部キャプテンの新垣栄太郎選手にお付き合いいただきました。栄太郎君ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今後もチームを奮い立たせながら全国3冠という大きな目標に向かいます。続いてはチームを指導する監督にもお話を聞きました。上森中学校男子ハンドボール部監督の山内翔吾先生にお話を伺いします。山内先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは、先月行われた全国大会での優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。今回の大会の勝因はどんなところにありますでしょうか？試合展開自体はもうどの試合も非常に苦しい展開が多かったんですけど、やはりもう子どもたちは最後まで諦めることなくやっぱり戦い抜けたというところですね。でうちのチームの特徴でもあるやっぱりこの判断、相手の状況を見てこう見極める、攻撃のポイント、ディフェンスのポイントっていうところをやっぱ常日頃積み重ねてきた部分が非常に勝因として多かったのかなっていうふうにして感じていますね。本当に逆転してっていう試合も多かったと思うんですけれども、こういうチームの原動力になったところっていうのはどんなところですか？そうですね、やはり、ディフェンスですかね。一番はやっぱり思い描いてきた、あるいは今までこう言い続けてきたことがやっぱり試合重ねるごとにどん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 良くなっていったっていうのは非常に大きかったですね。じゃあこの試合ごとに成長も見られた大会だったんですね。はい、そうですね。はい、
改めてこの上森中学校ハンドボール部の部活動の練習のモットーですとか特徴的な練習方法などがあれば教えてください。はい、そうですね、うちのチームは、まあ、攻撃のきっかけっていうのはあってもフォーメーションというのは、一つも今のところないんですね。なので、まあ、普段の練習からやっぱりこの攻撃にしてもディフェンスにしても、ポイント攻めるポイント守るべきポイントっていうのを常に意識してで状況の中でやっぱり判断していく、この判断という部分でいつも、こだわって練習はさせているのでそういったところの効果は大きかったのかなと思います。じゃあこう状況に応じて選手たち一人一人が判断をして考えるっていうのを普段から行ってるんですね。そうですね、はい、どうしても相手がパワースピードで身長も勝るのでやっぱそういったところ小さくてもやっぱり戦っていくためにはそういった部分はとても大事になってくるかなと思います。改めてこう選手たちに今後期待することですとか普段のこう部活動を通して学んでほしいことも教えてください。はい、やはりこう43名という、大人数の中でやっぱり限られた人数しかやっぱコートに立てないというのはやっぱりあるのでやっぱりこの試合に出れないチームメイトのことをやっぱりどれだけ思ってやっぱりコートに立てるかというのはとても大事に感じますし、あとはやっぱり自分自身がこう苦しかった時落ち込んだ時にやっぱり仲間の声かけ一言っていうのはものすごく次に向かう意味でエネルギーになったと思うのでそういうお互いのこの存在つながりっていうのは、とても大事に、していけたらなと思います。わかりました。では最後に今後の目標についてもお聞かせください。はい、もう当初子どもたちが決めた、春夏で冬の JOC の大会含めて、まあ、そこまでやっぱり優勝を勝ち切るというところに対してまた全力でサポートしていきたいなと思っています。はい、生徒の皆さんも全国参加を目指して頑張っていきたいという力強い意気込みもありましたので今後の躍進も期待して応援しております。この時間は上森中学校男子ハンドボール部監督の山内翔吾先生にお話を伺いしました。山内先生ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さて次回はこちらもチーム優勝の立役者、決勝戦ではスーパーセーブでチームを救った上森中学校ハンドボール部のゴールキーパーと攻撃的守備で京都の高いディフェンスを貫徹したディフェンダーの選手が登場します。来週もお楽しみに。では今週もお別れのお時間が近づいてきました。今日は上森中学校男子ハンドボール部主将の荒垣栄太郎選手のお気に入りの一曲でお別れです。皆さんこんにちは、上森中学校ハンドボール部の荒垣栄太郎です。今年の目標は全国三冠です。今日のお別れ曲はグリーンの道です。この曲にした理由は元気が出るからです。来週もうちのアスリートに続行。